はいどうも。今回はモダン、使用デッキは予想外トロンです。某サイトで有名な使用者がおられるデッキタイプですね。基本パターンは予想外の結果使って、大量に積まれたエルドラージをガチャするデッキです。今回のものは、手札に引いてしまったエルドラージを普通に唱えるために、ウルザト地を採用してあるバージョンです。それに加えて、メインから召喚の罠を積んであるので、そこからもエルドラージを呼ぶこともできますね。早速ですが、対戦の方に行ってみましょう。後手です。こじりた打てるからキープしときます。緑か青引いたら予想外も打てるし。相手タップインスタートですね。こちらフェッチ置いてインドです。ギルランショックインから脅迫でハンです。こじり倒とされました。じゃあもう赤マナ良いかな。フェッチから青緑持ってきます。お、良い引きですね。はるかみで土地サーチ。赤緑ギルランをサーチします。黒赤セット。未練ある魂でトークン2体。魔力炉置いてから予想外の結果をキャスト。ムルダヤの巫女ですね。強いけど謝罪はいらなさそう。ちょい不完全燃焼。ギルランタップインしてインドです。地闇神のエルフ召喚からの続召。台所の嫌がらせ屋を召喚。3人が2体出てきました。3体で攻撃。本体5点もらいます。お、トップ強い。ウルザと地揃えて。でもまだエムラは出せないか。予想外の結果打ってみます。大いなる歪み、コジレックがめくれました。申し訳ありません。ノルマ達成やで。しかしウルザと地揃えちゃってて、何か違う気もする。私の運命力ではこれが限界ですかね。こじりた誘発。まず能力で7枚になるようドロー。巫女はもういいや。ってことでこじりたで流します。相手のキッチンが帰還。こじれっく着地。はるかみを打つよりカウンター用に残した方が良い、かな。土地増やして。パスはカウンターできないですね。追放されて土地サーチ。まあこれで次15マナ出るからいいか。島をタップイン。キッチンで2点もらって残り12。キッチン追加。戦場に出て2点回復。ギルランショックインして、エムラを出しましょう。必殺彼氏英語、エムラクール。追加ターンを獲得。再びこちらのターン。さあ戦闘。滅殺しつつ15点パンチ。6枚サクってキッチン帰還。差し引きで13点、相手残り11。塔を追加して。無限に巡るもの、裏モグ。残った土地を破壊します。
ここで相手投了。サイド行きましょう。こじりた1枚追加。罠をアウトして。スラキバ2枚追加。罠1枚だけ戻し。やっぱベイロスで。これで2本目行きます。後手です。土地1枚はマリガンですね。土地ないからダブマリ。ダブマリにしては良いかな、キープで。相手もダブマリですね。基本の森は、いらない。ボトム送りします。相手樹上の村セットでインド。こちらはギルランセットでインド。相手ギルランをショックイン。野生の中テルを22で召喚。島を置いて、印鑑を設置。戦闘先ってことは、平地ないっぽい。赤マナ引けたらなんとかなるかな。魔力炉置いてインド。早めに赤引いてきたいですね。中テルを追加。再び2点で戦闘。もらって残り16。引いた印鑑を設置。エンドするしかないっす。そのまま戦闘。まだワンチャン、赤引ければなんとか。もらって12。赤じゃないけど良いものですね。予想外の結果をキャストします。印鑑めくれ、微妙。土地じゃないマナ引いちゃうのが一番残念なパターンですね。あ、フェッチ引かれた。起動してから。平地を枯れちゃいましたね。村起動で33が3体。フルパンもらって残り3。最後のワンチャン。予想外でガチャ回し。土地がめくれてセットランド。負けですね、投了します。サイドに行きましょう。33受け止めれるベイロス増やします。こじりた2枚に減量。エムラ減らし。いややっぱ入れとこう。ベイロス2枚にしときます。いざ3本目。負け戦もらいます。マリガンなしでキープします。相手ワンマリです。トーセットから、地図を置いてインドです。ギルランショックイン。そのままこちらのターン。フェッチ置いて。起動してサーチ。赤緑ショックイン。一旦エンドです。森を置いて。中テル召喚。エンド前に地図で土地サーチ。魔力炉持ってきます。魔力炉セット。こじりたで中テル除去します。これでインド。フェッチ置いて。起動からギルランショックイン。未練でトークン生成。森置いて。印鑑設置してインドです。
グラッチで印鑑破壊。青マナ潰されちゃいましたね。トークンから2点もらいます。引き強い。ウルザと血揃いました。でも展開できないのでインドですね。ギルランショックイン。チアミンで続勝。ヘリックス本体で3点ドレイン。戦闘で追加5点。残り7。土地が良かったけど、まあこれでも良いですね。スラーブ騎馬召喚。5点回復で12。未練フラッシュバックでトークン追加。戦闘入って。3体パンチ。スラキバでイルフブロック。アイウってビーストトークン。生物落ちて墓地に4種類。約束された週末、エムラクールを召喚します。そしてこじりた墓地から誘発。ビースト先殴っといた方が良かったですね。この3点結構重要かも。こじりた使ってば美味しそう。エムラ着地。多分パス打とうとしてるのかな。プロテクションインスタントだから対象にできませんね。こいつのプロテクション能力と噛み合ってて超強い。相手ターンをコントロール。手札は、ギルラン、未練2枚、パス、終始。できればパス消費させたいけど、未練で白マナ使っちゃう。未練トークン増やしてまで終始使わせる意味はないかな。終始効くやつ持ってないし。ギルランショックインで2点。そのままエンドします。追加入って相手のターン。未練でトークン。フラッシュバックしてさらに2体。フェッチセットして。こちらのターン。まず戦闘。13-13飛行トランプルアタック。トランプルついてる意味出てますね。さっきビーストで殴ってれば完璧だったね。相手トークン1体差し出し。トランプルで本体12点。ギルランショックインして。絶え間ない気が、裏もぐ。一応白マナと、トークン1体追放。相手ターン。終始を裏モグに打つけど、破壊不能なので壊れません。ここで相手投了です。対戦ありがとうございました。はい。いかがでしたでしょうか。戦績はトナプラで3-9、試合ごとで見るなら10-19でした。まあロマンを追い求めるデッキですからね。戦績なんて飾りですよ飾り。予想外からエルドラージめくれれば良いのです。今のところ、ウラモグとコジレックが1回ずつしかめくれてないんで、エムラをめくって予想外エルドラージコンプを目指したいところです。といったところで今回はこの辺で、また次回。ご視聴、ありがとうございました。お疲れ様です。